冬場に秋以降こう花芽つぼみ見ながら切っていくっていうのと、まあずっとここ毎年やっとうとこやからそんなに交差枝とかないんだけど、交差枝取りながら徒長枝外しながら花芽残しながらっていう感じやね。3月ぐらいに花咲くんかな、桜よりちょっと早いんかな。まあ、こんなんは今日は徒長枝ポンポンと取ってまうだけで終わってしまいそうなんで、なんかね、こう枝がね、綺麗にこう分かれてこう細分化こうしていってるやん。それこそこうで古い木で太い木やのにね、あんまり葉っぱが伸びない。こういっぱいこう枝が分かれしてるから落ち着いてるっていう感じ。全然ね、ドーンと木とドカーンと木とやつ、ビン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 でしょ。まあちょっと山の頂上で北側の庭やからっていうことかも分からんけど、おとなしい。北側の庭でね、シェードガーデンっていうジャンルがあるんです。シェードっていうのは影っていう意味、日陰の庭っていうことで、まあ一つは日陰でも育つっていう花、草花、下草、そうじゃないと花が咲けへんよね、普通の木、普通のやつ植えても。だからアジサイとかクリスマスローズとか、クリスマスローズなんか典型になってくるよね、日陰の庭の。ジャンルがあるんだ、シェードガーデンっていうジャンルが。
木蓮とね拳はね、まあ、決定的な違いじゃないんやけど、葉っぱの大きい小さいとか花の大きい小さいもあって木蓮の方が大きいんよな。うん、それでよく言われるのがね、落ち葉でみんな困ってるよね、お客さんは。落ち葉が散ってそれの掃除が大変やから、うん、だから落葉樹やから葉っぱが散った後に剪定するのがいいよって思うんだけども、葉っぱがついとう時にね、葉っぱが散る前にちょっと木切ってくれと頼まれる時はありますね。ゴミを小さくまとめていく方法は、こういうたくさんかさばる落葉樹のゴミ、こういうついついわいせつな気持ちになってしまうわい、これをね、愛に変えていけよと。わいせつな話すんなと、愛を語れと。でゴミのかさばる量が減るから、はい、ゴミもコンパクトにまとまりました。綺麗になりましたね。あれやな、木蓮。
そうね、これ花ね、これね、こういうのが全部花。花です。ここうん。それからこれを残しながら切るんだけど、木がでかくなるんですよ。うん、だからね、全部徒長枝取ると。うん、これ徒長枝の取り方やとね、猫太り取るんですって、徒長枝っていうのはね。うん、これ、こういう切るんですよ、これ。これね。そうそうそう。切るときに、切るときに、この花残そうか思って、徒長枝についてるね、花。これ。はいはい。こんなんを残そうかと、うん、このね、徒長枝にこれ残して、これ残して、この花残そうか思ったら、あかんね。こんな木になってまうから、こんな木になってまう。あ、だから、もう全部取ってまうと。で、横にペラッとね。弱い花だけ、これで言うと、もうこれだけ。うん、うん。こんなん全部取ってまえと、うん、いうことね。うん。うん、
なして先端に花残せよということね。で徒長枝は軒並み取ってもって大丈夫ということね。こんなん、こんなんを全部置いとこうと思わんこっちゃね。花たくさんついとるけどしょうがないんですよね。次の枝はまたこんな徒長枝が出るんですよ。ドンドンドンって出るんですよ。だから徒長枝が出てすごい盛況やから、徒長枝の先にさらに徒長枝を出すわけにいかないね。今日は散髪屋のせがれの話を特別にエンディングトーク、新春特別企画で入れときましょう。散髪屋のせがれがね、向かいの家の恵子ちゃんと恋愛関係になったんですよね。それで散髪屋の親父にこう言ったんですよ。俺向かいの恵子ちゃんと今度結婚するつもりなんやと。ところがね、散髪屋の親父がねぶち切れた。お前が散髪屋継がんでもええし、別に学校なんか行かんでもええしょ、別に何の仕事してもええし誰と結婚してもええけど向かいの恵子ちゃんだけはあかん。なんで父ちゃんそんなこと言うんや。いや実はな、向かいの恵子ちゃんは俺が浮気してできた子なんや。そしたらお前と恵子ちゃんは実の兄弟になっちまうからな、結婚だけはできへんねん、こういうわけ。そしたら散髪屋のせがれは一晩泣いてね、翌朝泣き晴らして母ちゃんに相談するんよ。母ちゃん、父ちゃんがねそんなこと言うんやと、恵子ちゃんと俺兄弟やって言うんやって。そしたらね、母ちゃんがこう言うわけ。なんやそんなことかいな、それやったらあんた大丈夫や、あんたは父ちゃんの子やないねん。